ウェルカムトゥガンダムオンライン。どうもシルビでございます。今回ジャブロですね。階級に若干下がるかなという感じです。メリークリスマス。12月25日です。プロガンとゲルググと高機動型ゲルググが高機動型ゲルググと高機動型ガンダムが実装された日でございます。わあ、すごいたくさん来てるぞ。切るぜ。未熟だな。ガンガン来てますね。敵は階級が高いですから、はっきり言って超高いですよ。まあもう今更そんなことには慣れっこですけどね。おい、なんだそれラグってるというわけではないですけど、ひどいですね。相変わらず、当たり判定に異議ありって感じでございます。相変わらず異議ありですよ。私はあれの、あれ何でしたっけ、あれの当たり判定に異議ありだ。そう、バズーカ系、特にマズラトップの当たり判定にいいやりでございますよ。ちなみにこの子は前回と同じく足が速くなるモジュールを、通常歩行速度が速くなるモジュールを入れております。あ、うっそ。そう、まあ、結構ね、ブースト短い子にはいいんじゃないかなと私は思ったりします。おうおうおお、すごいですね。敵の音超かぶってますな。あんまね、曲を喋ってしまうと YouTube のブロックに引っかかるんで、ほどほどに曲を流さないようにしつつ。デキビートを壊したよ、やったね。こんなとこ行けるんですな。なかなかね。おお、即死ロケットシューターマックス、アズマックスでございます。あれ、なんで食らった。スマークされたどうですね。お、こんなところに。これね、ジャブロ面白いと思いますよ。面白いと思いますよってなんだって感じですけど、ジャブロが面白いっていうか、このビーコンシステムが面白いです。私好き、これあまりガンダム見えないですね。さあ、カンパン、カンパン、お前そこ、おお、ふ残念。そんなにいたやんかね。補給から出るといいですよね。敵の補給もあるんでね、補給をから出ることが大事。お、赤いですね。ガンダムがいた。ガンダムは潰すしかない。はい、ガンダムね。何なんだあれは。え、あれがガンドゥームか。あんなのガンダムじゃない。あれはガンドゥームだな。
ガンドゥーム、ガンドゥーム、多分メイドインチャイナだ。あんな二兆二兆さいたぞ。オッケー。おせっかいかもしれないな。俺様の力を見てけ。巻き舌って感じでございますね。ガンドゥームが来た。中国産、中国産たくさん。あー、量産型、量産型ガンドゥーム量産型ですね。どんだけ超量産されております。ここ壊れるな。壊れたな。で、補給艦にね、対空砲が欲しいですな。そんなため息程度の風では私を倒すことはできません。まあ、なんか面白くなりましたよね。まただよ。よろしくせんぞ。よいしょ、いて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 いた、ぶぶぶぶぶぶ、危ない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 、それよくないっす、それよくないっす、これ。ねえ、これね、X へのルートがちょっと怖いですな。来てんじゃねえのっていう感じです。俺にだってこれくらいはな。おせっかいかもしれないが。狙わせてこい。見せてもらおうか。各部隊慎重に動け。はい。焦る場面ではない。入られちまってますね。あれは強襲型の水中ですね。赤花ちゃんが頑張った。あんなとこにあるんだ。シャーシャーシャー。さてさて、これ来ますね、またね。Z ってか X に来てますね、ネズミがね。またですよ。モジュールもちょっと面白いの出てきたんでね、私は何度も言ってるんですけど、あの防御系モジュールの効果を上げてほしいですね。あ、 50% でいいと思いますよ。ジオンだけなんか 50% のバック、あ、ビーム特性があり、連邦にだけ 50% のあるとか面白いですね。いい腕だ。おう、上か、あんなとこになんか飛んでますけど。回復したって。修理を要請する。この程度で被害報告はいらぬぞ。色、綺麗な色ですね。あ、やっちゃうと思った。ちょっと焦っちゃったね。焦りは禁物だぞ。
二丁飛んできましたね。あれが噂の。さて、行きましょう。出撃する地点を選択してください。ねえ、敵さんはネズミというか、まあ補給艦から一直線で来てますな。補給ビーコンか。このビーコンは面白いですね、本当に。ぜひね、いろんなところにマップに実装してほしいもんでございます。溶けた。ブルースがもうちょい惜しかった。ちょっと足りなかったですね。この少しで走ってるだけでも水辺に入ってることにしてほしいですね。水泳部はせめて。修復して前線へ戻れ。見守っている。拠点の防衛を優先。おお、かっこいい。歩くのは若干早いっていう。ね、こういう足の細い機動力のない。機体に関しては特に有効ですね。入ってるよ Z。 そしてここにも来てる。よいしょ。まあ IP 入っちゃいましたね。ね、2人入ってますな。結構削れましたね。あれ行くしかない。もう置いていいと思うけどね。置けよ、早く置けよ。ああ、これダメなパターンだ。待ちすぎだ。置けって。ああこれもああだ。あのパターンですね。おお、たくさん飛んできた。あれはもっと早く落ちた方が良かったんじゃねえすか。また来てますよ、ザーボンさん。抜かれた。マップみんな見ようよ。マジ。これダメだ。マップ見ようぜ。見ようぜ。超来てるよ。歩くの早いですから微妙に追加しております。
入られてるし、Z も入られてる。いや、歩くのを速くするのに入れてるんですけどね。ゲルグーにも搭載しました。ありだなと思って。ありです、あり、うん。結構ありだと思いますよ。速くなりますね。やっぱベースが速いほど速くなります。今、デストで入れてるんですけど。結構速いですよね。うん、と思います。案外変わるなっていう。特にあんまあれなんですよね、高校生時はそんなになんか持てないんで、ブーストというかモジュール置けないんで、そういう意味でいいと思います。ここだけ速くなりますからね。空から来たよ。大丈夫だ、修理は任せておけ。よいしょ。あ、いけ。あー、これは Z きつい。きついですな。ちょっと押されますね。まあ下がると、まあ、ちょっと回転に差があったんでね、敵は大将さんとか多かったですね。まだやっぱり時間合わせというか、まあ同時に参戦はできるようですね。なくなったわけではないっていう感じです。まあもうそういうゲームなんですよね。悲しいですけど。ダメですね。ブレなきゃ当たるんですけど。破壊されてしまいました。ミサイルとかどこやねん。まあそういうゲームですね。このゲームは問題とは認識しているようですけどっていう感じでしょうか。終わっちゃいましたね。まあゲルグに移動速度補助は通常の歩く速度を上げるモジュールは割とありなんじゃないかな。まあ一番はググに必要かなと思ってるんですけどね、うん、ゲルググというよりはね、敵対象ばっかですね、こっちは割と少将とかですかね。まあ大将もいるっちゃいる、いや順将とかってなんですね。そんな感じでございました。お、たまりましたね。10ポイントゲッツ、12ポイントになりました。次は何でしょうね。お、好きなんですけど。そんな感じで、まああっという間のジャブローでございました。ちょっとね、イベントも兼ねてね、ドズル専用ザクのゴールド設計図まで頑張ってみようかなと思っております。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。今回はジャブロでございました。シルビでした。参戦予約ボタンを押してください。